純也選手、これはもしかしたら映ってない、もしくはカットされてるかもしれないですけど、純也選手、逮捕です。重幸選手が、すって。で、もう交代交代ってベンチが純也ぐらいしかいなくて、で、重幸選手が出ていって、もう、だって釣ってるから、ピッチの中おったらあかんから、外に出て。はい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 。で、ボールは普通にオン。オンの状態な。ただ、プレーは続行されてる10人で。重幸選手は外出ていって、純也頼む、頑張ってくれって言ったら、純也入っていって。そのキレ。スリリングな攻防が続きました。あ、マジごめん。足つりましたか？な、満身創痍。これでシゲを下げますか？あ、下げるんですね。クリア。二次攻撃差し込んできた。康次郎が対応します。康次郎。ちゃん今、那須監督からもフットサルとか、バスケでもあるんかな、そのなんか、いいんかな、その、バスケまでは絶対にダメやバスケもダメ、バスケピッてなってからやんな、重要は入っていってしかも結構なとこまで入って全速力でボール追いかけに行って、そのままだからパリさんの乱入者みたいになってたの俺、夢ちゃんセンターバックで、翔ちゃん左で、みたいな、なんか指示されたもん、俺乱入者にで、ベンチは、笑ってもって正直言って。多分ベンチの人に映ってないけど、みんな、何してるん、何してるん、純也みたいな。でも、何してるんは別に届かへんから、その声は。うん、そしたら、愛ちゃんが、純也さん入ったんかな何レッドカードやもんな、普通に出てレッドカードだって、乱入者やん。あれ、愛ちゃんおらんかったら、レッドカードだった。レッドカードだった。